TGV ポスタルは、フランス国鉄 TGV シュッドウエストの編成を基本にした、動力集中方式の郵便車編成である。フランス郵政公社の郵便物、小包輸送列車として、1984年10月1日から、フランス国内を高速で結んでいたが、2015年6月27日、限りで廃止された。編成番号は、 ベースとなったシュッドエスト編成が編成全体に対して付与されるのに対し、このラポスト編成は、半分の動力車1両、郵便車4両の5両単位で付与されている。営業列車の編成はこれを2本組み合わせた、両端2両の動力車と、中間8両の郵便車で蘇生された。1984年にアルストムで、 編成番号951から955の25両が落成した。後に、シュッドエスト第38編成から転用した、編成番号956.957の10両が追加された。落成時点での車体塗装は、黄色ベースで、シュッドエスト編成と同一の塗り分けであったが、後に変更された。2009年5月時点では、全編成が、 南東ヨーロッパ車両基地に配置されていた。キース・バーロー、ラスト・ポスト・フォー・フレンチ・ハイ、スピード・フレート・アズ・ポスタル・ TGVS ・バウアウト、インターナショナル・レールウェイ・ジャーナル、2015年10月19日、閲覧。ありがとうございます。